最後の決勝がスタートしています。第1エクションという感じです。先頭で泳ぐのは一手深澤が大和2分9秒0秒台で決勝に飛ばされました。日本記録保持者はトレーナーの佐藤翔馬です。そして3年の渡辺一平は今大会、今シーズン非常に好調です。日本選手権2度の優勝、そして8レーンの小泉優馬も好調です。1レーンの花車優が世界水泳の銀メダリストです。さあまず渡辺一平が先行しています。3レーンの渡辺が先行、28秒7秒です。そして1レーン7レーンの村優也も世界選手権4位という結果です。さあこの諏訪の揃いの 200m 背泳ぎ、どんなタイムが合っていくか。3レーンの渡辺、そして5レーンの佐藤翔馬、さあこの2人がまず先頭を争います。積極的に飛び出しました。先頭はバイナイルの佐藤翔馬、東京 FC 1分1秒連覇だ。2番手3レーンの渡辺一平、そして1レーンから渡辺さん、そして4レーンの佐藤大和が続く展開です。行く佐藤翔馬が先行していきます。さあ日本記録まで0秒1発という前半積極的に入りました。佐藤と渡辺が並んでいく選手からさらに北澤の登場、最後まで引いていきます。これで佐藤翔馬1分24秒2で3点を渡辺一平、2分選手の北澤よりも渡辺が出た順番で上野直樹です。